失礼します。失礼します。さゆちゃん、失礼します。ちょっとあっち行ってください。年明け早々抜き打ちチェックしたいと思います。ほら、行った。ほら、行った。あっちちょっと帰って、コーヒーでも飲んで。もうコーヒーさっき飲んだよ。じゃあお菓子でも食べて。もう食べたよ。ちょっとこっち向いて。やだ。ほら、いた。ね、本当にやめて。来ないで。シノのものが汚いの。1月1日なんかもらった？お年玉。ということで、お財布の中身をチェックしたいと思います。え、この前したじゃん。いつした？結構前。だいぶ前だね。もう半年以上経ってます。で、さゆちゃんがね、お部屋のことがと思って頑張って片付けてたの。あ、片付けてたの。普通に部屋は片付けてほしい。だから今片付けてた。はい、ということでお財布を持ってきてください。ここにある。じゃあ今日は私前と変わってないよね、多分。え、でもお年玉が入ってるんでしょ？お年玉はもらったもんだ。もらった分、まあ半分以上貯金してるけど。皆さんこんにちは、ハピマイチャンネルのさゆです。で、今ちょっとお財布の中身を抜き打ちチェックさせられるらしいので早速開けたいと思います。で、このお財布自体は視聴者さんにこれはもらったお財布なんですけど、これね、鬼滅のお財布で一番気に入ってます。で、これ長財布なんですけど、ここを開けるとなんかぐちゃぐちゃじゃない。昨日ね、ちょっと本を自分の好きな本が出たのでそれ買いに行ってから結構レシートは入ってるんですけど、今はだけどね、だいぶ前よりかは綺麗になったと思います。小銭。はい。はい。じゃあ、出すよ。はい、じゃあ全部出してください。はい。はい、こんな感じで並べてみました。904円でした。はい、904円。ほぼ1000円じゃない？すごい。入ってるね。入ってるね。じゃあ次、お札の方を見せていただけますでしょうか。はい、お札ですね。じゃじゃん。1000円。じゃじゃん。お、2000円。いいですね。いいですね。じゃじゃん。お、3枚目、3000円。じゃじゃん。お、4000円持ってるね。まだくれ。じゃじゃん。終わり。お、すごい。9000円。9904円。すごーい。待ってください。ここに1円玉入ってました。9905円ですね。じゃあカードの方は何が入ってるんですか？カードはこれね。これは本屋さんの熊沢書店ってとこ。結構有を橋本にある本屋さんなんですけど、そこで結構橋本に行った時に買うのでママが作ってくれました。はい。最近全然行ってないね。行ってないね。クレーンゲーム誌によく行ってたよね。行ってた。で、これはワンピース店っていうの、東京タワーにあったやつ。あの時にパパがお買い物してきてくれて。どうぞって、ね、ポイント結構溜まってて、でももうなくなっちゃったんだっけ。なくなっちゃったの。なんで入れてんの？お守り代わりに。可愛くない？あ、そうそう。でパパにいいよって言われたから持ってます。はい、次は？で、こっち反対側ですね。反対側はこっちにももかちゃんのギアのやつを、まあお守り代わりにゲットしてますね。はい。で、あとこの中身にサイがね、大好きな飲み物なんですけど。これカリンっていうお店で、さやがマスクメロンじゃなくて高見メロンっていうジュースが本当に好きで、でこのポイントカードですね。最近飲んでないな。最近飲んでないね。飲んでない。でこの貯まると50円オフとかになるので、行った時には渡してこれ貯めてます。ポンタカード。ポンタカード。小中学生の DVD が無料。もう1年前以上のやつだよ。本当だ。で、使う機会があんまないから入れてるんだけど、まあ一応入れてます。とか使います。はい。あとはこれ一回も使ったことがないんだけど、楽天カード。だいぶ汚くなっちゃった。ずっと入れてた。じゃあぜひ使ってください。使ってみます。はい。以上ですか、もしかして。まだ入ってるんですよ。まだ入ってるんですよ。クオカード。これはクリスマスプレゼントにようちゃんからもらった3000円分のクオカードです。3000円分。そうこれあれだよね、なんかいろんなところで使えるやつじゃん。コンビニ、ドラッグストア、書店、ガソリンスタンドとかで使えるって書いてます。はい。でこれで、欲しいものがあった時に買おうと思って入れてます。あ、そういうことですね。で、あとは結構入ってますね。そうあと3枚あるんですけど、3枚とも図書券カード。うん、図書券。でちょっと並べてみてください。図書券カードが3000円分が2枚ですね。とあとは500円分が1枚入ってます。おー、いいな。ということで私のお財布の中身は9905円でした。でもさ、結構さ、お金持ちじゃない？お金持ち。まださ、お正月だからまだ使えてないじゃん。はい、ということで今日はですね、ママにお財布の中身を抜き打ちチェックされてみたんですけど、ちょっとこのままではね、さの中身は9905円だったんですけど、お年玉を子供たちにあげたママのお財布の中身もちょっと見てみたいなって思いました。いい、それはいいよ、いいよ。はい、持ってきて。それはしませんよ。だってさ、それ頑張って部屋片付けてたんだよ。この時に抜き打ちチェックされた気持ちも考えてみてよっていうことで持ってきてください。皆さんも見たいですよね。いないと思うよ、見たい人。いない、いない。ここにいる。ここにいる、ここ。多分今あんま全然入ってないかな。うん、いいよ。もう現実を。あ、リアルな現実を。そう、リアルな現実を。財布の中身ね、あんまり綺麗じゃないんだよね。まあ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 、そう言いません。じゃあ、現金だけね。うん、いいよ。現金だけね。カードとかはほら、いろいろ危ないから。うん、危ない。あ、じゃあそれ。いやーでもね、こんなにあるの嬉しくない？めっちゃ嬉しい。持ってきた。じゃあまず行きます。はい。ママのお財布はこんな感じです。これ前パパに買ってもらったやつね。はい。ノーブランドです。こちら。はい。普通に雑貨屋さんに行ったら、そうなんか可愛いな。可愛いなって思ったので買ってもらいました。結構パンパンです。はい。こんな感じです。こんな感じで。皆さん。レシートが入ってます。すごい。このママの現実はこんな感じですよ。じゃあお札だけね。うん。あ、お札だけ。小銭は？あ、小銭も？そう、小銭。じゃあ最初小銭から出してください。小銭はね、そういったより貧乏かも。240円。240円入ってました。10円玉がすごい多いですね。で、お札が、あ、お札はね、22000円かな？22000円です。だって1万円札持ってる時点でさ、泣いちゃう。いいな。はい、という感じでついでにママのお財布も抜き打ちチェックしてみました。でも自分のお金じゃないからね、これ。まあそうなんだけど。そう。ほら、ご飯食べる、スーパーに行ってお買い物するお金とか、ほぼ自分のお金で使えるお金ではないから、まあそれぐらい入っとかないと何かあった時心配でしょ。まあそうだね。はい。じゃあ最後はこのお金を維持できるように頑張ります。まあ無駄遣いしないように頑張りたいと思います。ということで今回は2人のお財布抜き打ちチェックでした。それではまた見てね。バイバイ。